まげです。ほら曲がってます。これ本当にカメラで撮りづらいんですけど、なんで究極のスプーンってわかりますか？まあ、違う。10円になります。ね、変わりますよね。コインってすごく入れ替わったりするのが早いんです。ちなみに消しちゃいますけど、どっちがいいですか？100円硬貨か、100円をこうすると、これ決めると思います。こうやって見てるうちに、なんか出てきます。上からポン叩くと、あなたのカードと入れ替わっちゃう。ご覧ください、こうやってほら、出てきましたよね。これでしたか？これでした。13。今、ウォールバックの13だったんですね。入れ替わるって言いました。こっちが普通のカードになってます。ということはこっちがオールバックになってるかなと思ったら、オールバックの13になってます。ストップください。ああ、わかりますよね。冬には糸を使ったマジック。違うよ。よく見たら。これで、こうやってやると、ほら、なんかちょっともこもこってなってますね。おー、怒ってますか？ね、いいでしょ？でもちゃんとこうやってください。なんと、ほら、アヒルの魔法です。なんかありますよ。開けてみてください。できるんじゃないかなと思います。こういうの起こる？大丈夫ですか？呆れてますけどね。まあ、凍ってはいない、大丈夫みたいですね。でもこれ、語呂合わせなんで、頭使います。ちょっとお利口さんじゃなきゃ分からないところもあります。バーカーは分からなかったりする。まあ、ボロが出ないうちにとっとと行きたいと思います。でもこれ、あまりにも感動して一発で当たったもんだから、あまりポッてる人がなくていいで、なくていいで、そういうのなくていいですよね。なくていいです。当てたいと思います。さっきやった中の、あなたが選んだのは、ピアス。チキチキブーム。The Senorita said singing at a swing. やるんだ。わかりました。はい、まだ買いますか？大丈夫ですか？そっち向いていいんですか？想像ついてます？これではないと、これでもないと、これでもない、これでもない、多分僕これだと思う。ほら、トイレ、路線バス違った花子さん。公衆トイレ。でも花子さんが出るのは学校のトイレです。公衆トイレじゃないです。これが合ってます。半身。If you will just give me your hand, then we shall try. それはまず半分に、これを半分、壊しました。今すごいすごいマジで始まるね。壊しました。これね、分解できる。これを1回転して、こういうものを集めてみました。これは、まあ、間違いの人もあれかもしれない。一般の人ってやっぱりこういうのが割と受けるので、ちょっとこういうものをちょっと多めに入れてみました。またいろんなパターンでお会いできればと思います。カラクリソウルのカラクリ、カラクリドールのカラクリソウル、自分で間違えた。